86はトヨタ自動車がスバルと共同開発した FR レイアウトのスポーツカー。トヨタとしてはスポーツ800以来となる水平対抗エンジンのスポーツカーである。スバルからは兄弟車のスバル BRZ が販売されていた。走る楽しさを追求した直感ハンドリング FR コンセプトを実現するためスバルの技術を用いて小型、軽量、低重心、 低感性を特徴として企画、開発されたライトウェイトスポーツカーである。また、チューニングのしやすさから息の長い人気を誇る AE86 型カローラレビンスプリンタートレノに倣って、下級や専用ハイグリップタイヤに頼らない設計で開発され、自分だけの一台を楽しみながら育てるお客様と共に進化するスポーツカーとして86と命名された。 2012年2月2日に発表され、同年4月6日から全国で発売された。これにより、トヨタブランドのスポーツカーは、2007年7月の MRS の販売終了以来5年ぶりの復活となり、また新型スポーツカーの発売も1999年10月の MRS 以来13年ぶりとなる。販売についてはトヨタ全販売チャネルでの取り扱いとなるが、全国の 各ディーラーから選ばれた1店舗のみが、エリア86として展示車、試乗車を設置し、専門スタッフを常駐させる。より多くの人々に楽しんでもらうために、車両価格はできるだけ低く設定されているが、メインターゲットはかつて AE86 に乗っていた、あるいは憧れていた40歳代から50歳代の男性とされている。さらには10年後、 20年後に若年顧客層となる彼らの子供たちがスポーツカーに憧れるようなスタイリングを目指したともされている。また、年月を経て中古車の価格が値下がりすることで若者にも手が届きやすい価格になってきている。販売価格は競技ベース車の RC で199万円、標準グレードの G で241万円、上級グレードの GT では279万円、最上級グレードの GT リミテッドは305万円である。北米では当初サイオン FRS の名称を用いていた。2010年6月18日に北米での市販車名は FRS が有力だと報道されたが、2011年4月20日のニューヨーク国際オートショーにおいて FRS コンセプトが公開され、 サイオンブランドから販売されることが正式に発表された。その後、2016年にサイオンブランドが廃止されると、トヨタブランドに組み込まれ、北米で、なお、サイオン版にも86のサイドエンブレムが採用されている。また、ヨーロッパ市場では GT86、韓国、マレーシア、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、台湾、香港、マカオでは、 当初から日本と同じ86の名称で発売されている。また英語圏で非公式であるが、スバル BRZ と合わせて、と呼ばると呼ばれている。2012年3月16日より、スバル最後の軽自動車サンバーを生産していた富士重工業群馬製作所本工場のラインを利用して、生産が開始された。86FRS GT86 スバル BRZ のいずれも同工場で生産される。ただし、限定生産となるコンプリートカーの 86GRMN のみ、愛知県の元町工場で生産された。また、トヨタは86を販売すると同時に、ソフト面でもスポーツカー文化を育てることを企てていて、86を発表した2012年2月2日に、86 スポーツカーカルチャー構想として7つのプロジェクトを発表し、ウェブ上でファンサイト86ソサイティを開設したり、全国のおすすめの峠を選定する86峠セレクションを実施したり、サーキットでのワンメイクレースを企画したりしている。それらの構想は、スポーツカーはカルチャーです。という発売当初のキャッチコピーからも伺える。AE86 は漫画。 頭文字 D の主人公、藤原匠の愛車ということでも人気を博したが、本社も2017年より連載が始まった漫画 MF ゴーストにおいて主人公で藤原の弟子である片桐夏向きの登場者氏として登場している。f t 8 6八8 6はスバルとの共同開発者であり、開発技術は両者から持ち寄られており、開発費も 両社で接班されている。当初は車両コンセプトやパッケージングの企画策定と内外全体デザインはトヨタ、細部設計と確認作業はスバルガという分担がされたが、基本的には両社開発陣の合議のもとに開発が進められた。本プロジェクトの企画立案者でトヨタ側の開発責任者となる86の開発主査はただ哲也である。ゼロ年代半ば。 トヨタ社内ではスポーツカーの企画は毎年提出されていたが投資効率が悪いという理由で毎回却下されていた。しかし社内で若年層の車離れに対する危機感が深刻になると2007年1月にトヨタ全員役員を集めた対策会議が開かれて安価なスポーツカーを開発することが決定した。これには当時営業担当副社長であった 豊田秋夫の技術部門が本当にいいスポーツカーを作るんだったら営業部門は4の5の言わない今やるという声が決め手になったというそして同年3月に初代パッソ初代ラクティス二代目ウィッシュなどの開発主査を歴任したただに加え入社以来 AE86 を10年以上愛車にしていた年下の技術者の二人が新しいスポーツカーの担当に任命されたことで 本プロジェクトの企画立案が開始された。86の開発コードは 086A だが、これはその AE86 好きの部下が車内を駆け回って手に入れたもので、開発者が好きな車内コードを取ることはトヨタでも極めて稀であった。ラクティスの開発時、これでワンメイクレースをやりたいと公言していたただは念願のスポーツカー作りということで大喜びだったが、 当時、売り上げ数の少ないスポーツカー部門は、社内では、日陰者扱いされており、上司に、腐らず、頑張れと声をかけられたという。ただは、日本各地やアメリカなど、海外のミニサーキットや、チューニングショップ、社内や、同業者の車好きのもとへと赴いて、世界中のスポーツカー好きたちの声を聞いた。すると当時各社が競い合って開発していた、ハイテク制御。 ハイグリップタイヤ、四輪駆動、ターボを装備した高価なスポーツカーよりも軽く安くいじりやすく運転しやすい、かつての AE86 のような車、極論すると遅いスポーツカーが求められていることに気づいた。ただは、その構想を突き詰めていき、最終的に排気量2リッター、FR でコンパクト、超低重心で手頃な価格のスポーツカーが、 最も妥当であるという結論に達した。また世界中の車ファンから、かっこいいスポーツカーが欲しいと言われていたが、ただはそれは低い車であると考えて、FR で低いスタイリングを実現できるエンジンをトヨタで探し回った。しかし結局見つからず、そのうち低さを実現するために水平対向エンジンを用いることを思いついたという。なお MR にすれば、トヨタのエンジンでも、 想定の低さは実現可能だったが、その分ドライブが難しくなり、誰でも楽しめるスポーツカーにはならなくなると考えて、FR にこだわった。一方トヨタとスバルは同時期に始まった資本提携を活かすべく様々なプロジェクトを模索しており、そこにちょうどただのプロジェクトのニーズが合致。2007年中に外観はレガシーのまま。 水平対向4気筒エンジンを搭載した低重心 FR 試作車が製作され商品化した場合の採算性の検討も始まった。翌2008年初頭にはスバル側の開発責任者にマスダ夫が任命され同年4月にトヨタとスバルは共同記者会見を開いて共同開発を正式に発表し本格的に開発が始まった。スバル側の開発陣は当初 スバルの o e a である四輪駆動とターボを用いない水平対抗スポーツカーという構想に強い難色を示していたが前述のレガシーを用いた試作車が予想以上に運転が楽しいことを発見したことで許可が降りた。また自然吸気の4気筒で200馬力を実現するために2005年にトヨタが開発したばかりの直噴、ポート噴射併用技術 DE-4S を スバル側に開放して水平対抗エンジンと掛け合わせようとするとトヨタの技術者からはもちろん水平対抗にプライドを持つスバル側からも強い反発を受けたしかしこれも試作でいきなり196馬力という目標に近い数値を達成するとお互いの技術力を認め合う空気が漂い以降の開発が円滑になったというこのようにトヨタスバルの両開発人は たびたびの衝突を経つつも、最終的には、お互いをリスペクトし合う形で開発は進められた。思考性の高いスポーツカーを開発するため、開発するにあたっては、ビルトバイパッション、ノットバイコミッティーが、スローガンとして掲げられ、通常のトヨタの開発手法とは異なる、意思決定の仕組みが採用された。例えば従前の車両スタイリングでは、役員、営業、工場などの、 各部門の承認が必要な社内評価制度があるが、86の開発ではただが、社長の豊田秋雄に要望を出し、社内のスポーツカーユーザー200名の意見を取り入れながら少人数で決定した。この結果、朝廷重心の車体を強調した、サイドビューや獲物を狙う肉食系の動物をモチーフとし、指摘で明晰な印象を与える、キーンルックと呼ばれる。 フロントマスクのデザインが採用されている。また、秋尾社長自身も半ばテストドライバーとして、開発中の本社に何度も試乗した。2009年の第41回東京モーターショーでは、コンセプトモデルの FT-86 が公開。車本来の運転する楽しさ、所有する喜びを提案する小型 FR スポーツカーで、開発中の86の将来の姿を示唆する。 コンセプトカーでもあった。また2011年に公開された FT-86-2 コンセプトでは細部のデザインが変更されている。独立したトランクを有する2.5ボックスセミノッチバックスタイルでサッシュレスドアを採用しており ED2 がデザインを担当。そのエクステリアデザインの特徴は2007年の第40回東京モーターショーに出展された トヨタのコンセプトカーである FTHS を彷彿とさせるものが与えられ、従来のライトウェイトスポーツカーと大きく異なる張り出しや重量感のあるものとなっている。前面はヘッドランプが細く鋭く切れ上がり、その下部にある縦筋のくぼみはエンジンルームへのエアインテークになっている。フロントバンパーと一体化させたフロントグリルは大きく六角形に開口させて奥まったところに設置し、 A ピラーと共にブラックアウトさせている。A ピラーについては、重視される衝突安全性能を達成するため、市販車の多数に倣って太くなっているが、それと引き換えに大きくなってしまう。視覚領域の対策として、分割してガラスをはめ込むことで外観を損ねることなく、視覚領域の低減を図っている。背面は、スポイラー状に形成されたトランクリッドとカーボン製のディフューザーが、 空気の流れを意識した立体感にある形状に仕立てられており、ディフューザーに埋め込まれたマフラーエンドが左右一本ずつ覗かせている。パッケージングの特徴は全長に対して長く取られたホイールベースである。前後のオーバーハングは極限にまで切り詰められているため、他の2リットル級クーペより短い全長ながらにプラス 2C と4人定員の居住空間を確保している。 フレームレスミラー GT と GT リミテッドのインテリアでは、後方視界の視認性を考慮したフレームレスミラーを採用している。また、6AT 車のシフトノブはマニュアル車のものに近いものにデザインされ、GT と GT リミテッドにはパドルシフトが標準装備されている。レース愛好家のパネラーからの意見で、ドアトリムのショルダーパッドとニーパッド、センターコンソールのニーパッドは取り外しが可能。 また同様に、インサイドドアハンドルの位置は、ロールバーに干渉しないように配慮されている。DE-4S ボクサーエンジンエンジンは低重心と重量配分を追求すべく、富士重工業が開発した FB20 型をベースに、トヨタの島内直接噴射、ボート噴射同時制御技術である DE-4S を組み合わせた、新開発の水平対向4気筒、ナノ2.0リットルエンジンである。 なお、車の性格上、高回転出力系を目指したことと、環境性能の高度化、燃費の向上を両立させるため、FB20 型と比べると、ストロークが短縮された。その結果、このエンジンのボアストロークは 3SGE や 2JZGE といったエンジンの伝統を踏襲した86、86mm となっている。またトヨタでのエンジン系統名は、4 u グスと名乗るが、 日本国内では使われていない。駆動方式はこれを縦置きに搭載して後輪を駆動する FR とし、3ペダル式の ICAI 製の6足 MT もしくは ICAEW 製の6足 AT が組み合わされる。スバルのレガシーやインプレッサが採用する駆動方式の主流である 4WD のフロント駆動部分を取り除けば FR とすることが可能であるが、十六では f r 専用にトランスミッションに変更を加え、エンジン搭載位置も見直した上で、エンジン重心をなるべく後方に搭載することで、運動性能に大きく影響する前後の重量配分に気を配っているとする。AT はレクサスイズ F で採用された SPDS の制御を採用、シフトレスポンスの向上を図っている。トヨタは86をフロントミッドシップと称しているが、 エンジンの重心は全車軸より前にある。一般的にはエンジンの重心が全車軸より後方にあるものをフロントミッドシップと呼んでいるが、トヨタはエンジンにミッションを含めた重心が全車軸より後方にあるのでフロントミッドシップであると強弁している。なお、スバルは BRZ をフロントミッドシップであるとはしていない。もともとはプラットフォームや 部品の多くは既存の流用で済ます予定であったが、最終的には多くが新設計になった。サスペンションのベースはインプレッサからの流用であるため、FR 車にもかかわらずハブキャリアにドライブシャフトのスペースがある。このため、ストラットダンパー長が短く、アライメントが FR 車用としては最適でないという批判がある。またデフなどの駆動系の一部はアルテッサから流用している。 このようにコストを削減するための工夫はしているものの、丸々同じ部品を流用しているわけではなく、どれも86専用に改良音が加えられている。ブレーキシステムは、トヨタの系列会社である愛心のグループ企業、アドビックスの全4ポット、5にポットのものが装着されている。これらにより、前後重量配分は二名乗車時で三、四十七、重心口はリメートルと、 発表されている。チーフエンジニアのタダは、あえて50、50の前後重量配分を避けた理由について、200PS で 1200kg 台の86にとっての、ステアリングの切り始めの最適な応答性を狙ったものとしており、ターボが設定された 300PS 程度のハイパワー車なら、よりリアの重量配分を増加させるべきであるとしている。また重心口については、 レクサスルファ 445mm、フェラーリ360、447mm、ポルシェケーマン 482mm、日産 GT-R495mm を例に挙げ、スーパースポーツに匹敵する低重心と謳っている。タイヤは16インチが4代目座るインプレッサと同じ横浜製デシベルで17インチはミシュラン製。 プライマシー HP である。プライマシー HP は三代目プリウスのツーリングセレクションの標準タイヤであるため、時々86はエコタイヤを履いていると誤解されることがある。しかし実際のプライマシー HP は欧州ではメルセデス S クラスのような高級車にも装着されるタイヤで燃費以外のトータルバランスにも優れたタイヤである。 86ではユーザーがどんなタイヤを履いても一定の運動性能を発揮できるようタイヤに左右されない車両開発を目指しそれにふさわしいニュートラルな特性を持つタイヤを散々物色した結果プライマシー HP に行き着いたというのが真相である通常スポーツ系車両などの動力性能が引い出た車やエコカーは タイヤメーカーと専用のタイヤを開発することが多いが、以上の理由から86の開発においては、タイヤに、また、2011年末の発表時と2012年春の発売時では、アクセルペダルの形状が異なる。RC、G、GT の3グレードの構成となり、上級グレードの GT には、最上級仕様の GT、リミテッドと、 GT リミテッドブラックパッキッ a が用意される。また 86&BRZ レース専用モデルとして、レーシングも追加されている RC-G の装備から、スピーカーやエアコン、ルームランプやフロアサイレンサーなどを省略して、低価格化と軽量化を行い、競技用車両へのカスタマイズを前提としたグレードである。これらの省略された装備は、エアコンも含めて、 オプションでも選ぶことはできない。競技用車両とはいえ、日本の真夏のことを考慮し、取り付けたい場合は取り付けられる、伝送業者を探す必要がある。同時に、外装も、バンパーや、ドアミラー、外側ドアハンドルなどは、未塗装のものが使用され、ホイールもスチールである。なお、本グレードのみ6足 AT 車は、選択不可となる。同じく競技用ベースとして、 レーシングが登場したためか2015年、マイナーチェンジ時に廃止となったレーシング 86&BRZ レース3専用として用意されたモデルで、同じく、モータースポーツベースである RC とは違い、マニュアルエアコンが装備されている他ロールケージ、オイルクーラー、ブレーキ冷却用ダクトが追加されている。バンパーは、カラードバンパーとなっているが、ドアハンドルは、ムット層となりホイールも、 スチールとなる、G 基本となる、標準グレード。16インタイヤア,アルミホイール、電動格納式、ドアミラー、ワイヤレスドアロックリモートコントロール、マニュアルエアコン、二スピーカーなどを標準装備する。バンパーやドアハンドルなどの外装は、ボディカラーと同色になる。GT、G をベースに、ヘッドランプを、ハロゲン式からディスチャージヘッドランプへ変更し、 タイヤとホイールは17インへとインチアップされ、スマートエントリースタートシステム、コンライト、左右独立温度、コントロールフルオートエアコン、本側巻きステアリング、プライバシーガラス、トップシェードイりフロントガラス、フレームレス棒まばゆ、ルームミラー、ルームランプ、運転席、助手席照明付け場にてミラーなどの各種豪華装備を標準装着した上級グレードである。AT は、 パドルシフト付きとなる。GT、リミテッド、GT の装備に加え、内装は本革とアルカンターラのシート表皮に変更され、外装はリアスポイラーとフロアアンダーカバーを装着し、さらに専用の高摩擦ブレーキパッドを標準装備する最上級仕様となる。なお2016年発売の後期型からサスペンションダンパーがザックス製となった GT リミテッドブラックパキッケージ。 後期型から登場した最上位グレードで上記の GT Limited の装備に加え、サイドミラーやリアスポイラー、ホイールを黒く塗装し、さらにブレーキキャリパーがブレンボ製に変更された2014年にニュルブルクリンク24時間でクラス優勝を果たした前期型86のレーシングカーをモデルとする限定生産のコンプリートカー。かつてレクサスルファも手掛けた。 愛知県の元町工場にて100台限定で生産された。価格は648万円と高価であったが3000人もの応募が殺到した。ニュルで実践投入された専用の空力パーツやサスペンションの装着、合成強化や軽量化などがなされており、エンジンもチューニングにより 200PS、205ナノメートルから219、217ナノメートルに 強化された。また、86GRMN の開発で得られた知見は後期86にも活かされている。2017年に立ち上げられた GR ブランドの後期86で GRMN の量産版といえる存在である。生産も GRMN 同様に元町工場で行う。GR の原則に乗っ取りエンジンに手は加えられていないが LSD や排気系、足回り、 空力パーツなど多くのパーツが専用開発されている。GR のエントリーモデルに位置づけられており、GR と同様のスポイラーやメーターなどが装備されるほか、リアサスペンションにブレースが追加される。トヨタテクノクラフト創立60周年記念に2013年に公開された 86TR d グリフォンコンセプトを元に開発されたコンプリートカー。 100台限定生産。詳細は 14R-60 及び 86TRD グリフォンコンセプトを参照2012年2月の発表から約1ヶ月間で月間目標販売台数の7倍にあたる約7000台を受注しており、スバル b RZ と合わせて年間10万台の生産を目指す60歳代前後のシニア層にも販売好調等と報じられた。 日本市場では2012年4月の販売開始から2013年3月末までの最初の1年間で26,102台を販売し平成24年度の新車販売台数ランキングで30位となった。また同期間の輸出類型台数は47,700台であった。アメリカ市場における採用と FRS の 2012年5月の販売開始から2013年4月末までの最初の1年間の販売台数は17,760台であった。また、2013年の年間販売台数は18,327台であった。その後は徐々に落ち着き、2016年には7,457台と1万台を割り込んだ。トヨタの全販売チャンネルで取り扱い、また、 全国のトヨタディーラーの283店舗内には、トヨタ86専門のカスタマイズショップ、エリア86を設置していた。なお、通常のメンテナンスに関しては、各店舗にて実施している。2017年9月に、トヨタ画像レーシングの地域拠点となる、GR ガレージが立ち上がることから、エリア86に関しては2018年3月を、もって全店閉店となった。 サーキット 86BRZ レース仕様による24時間仕様2013年からワンメイクレースの画像レーシング 86BRZ レースが開催されている。扱いとしては既存のネッツカップビッツレースの上位カテゴリーであるが一方でブリジストン、ダンロップ、グッドイヤー、横浜といったタイヤメーカーがスーパー GT 並みの開発競争を繰り広げておりドライバーも 谷口信てる、織戸学脇坂俊一などの一流選手が多数参戦する非常にレベルが高いものにもなっている。詳細は 86BRZ レースを参照マルチメイクではニュルブルクリンク24時間レースに画像レーシングから2012から2014年の間参戦。2012年と2014年に SP3 クラスで優勝。 2013年クラス2位と高いポテンシャルを示した。またニュルには TMG の開発したワンメイクカップカー GT86CSV3 も参戦しており2012から2015年までトヨタスイスレーシングが同社で V3 クラスを連覇している。スーパー耐久の ST-4 クラスでは86を用いるチームが多数存在する。ライバルのホンダ S2000 や インテグラタイプ R に比べると、86の水平対向エンジンは馬力で劣るためストレートは物足りないもののコーナリングとブレーキの性能が非常に高いとされる。2015年に埼玉トヨペットグリーンブレーブ、2016年にエンドレス、2017.2018年にトムススピリット、2019年に林テレンプと同クラスでは86が5年連続でチャンピオンを 獲得しているスーパー GT では GT300 クラスのドーム製マザーシャシーの外装デザインに86が用いられており2015年から本格的なデリバリーが開始2016年に早くも土屋エンジニアリングがダブルタイトルを獲得した詳細はマザーシャシーを参照この他英国のコンストラクターである GPRM が グループ GT4 規定の86を開発し、英国 GT 選手権に参戦している。ラリー全日本ラリー仕様、JRC には2012年の登場以来多くのエントラントが採用しており、2013年には横尾義則、木村雄介組の手による初のクラス王者となった。2016年2017年には、JN4 クラスで、曽根隆人、増谷智彦組、 JN2 クラスで、明治慎太郎、北田み選手組が、クラスタイトルをそれぞれ連覇している。2014年の WRC 第8戦ラリー、フィンランドにおいて、富間記念レーシング製作の g t 8 6四輪、駆動仕様が公開された。この車両は、富間記念レーシングと画像・レーシングが、共同製作し、車の味づくりを担う人材の育成を目的とした。 ラリー仕様の運転トレーニング用車両 GR86 と発表され、日本国内では11月1日に新城ラリーのイベントにおいて、一般公開し、マキネンし自らがデモンストレーションランを行った。2015年には TMG が開発した R3 規定で初の後輪駆動車である GT86CSR3 のホモロゲーションが取得され、 プライベーターへの販売が始まった。2016年から2019年現在まで、イ1ウィナーの平器小払い年が、全日本ラリー選手権と、日本スーパーラリーシリーズへの参戦に採用している。他、WRC3 や ARC3 でもプライベーターに、運用され、ラリードイチェランドでは、WRC3 で2表彰台に上った。ドリフト D1 仕様ダートラ仕様全日本。 プロドリフト選手権にも2012年開幕戦より、日比野哲也と、オリド学部が使用して参戦しており、第2戦で、谷口信輝が第4戦より、野村健が使用、2014年からは、今村陽一も使用している。なお4台のうち HKS の車両である、谷口社以外はすべてエンジンが、FA20 から、他のエンジンに換装されており、オリド、野村の車両は、 シルビアのフロントサスペンションを移植、野村の車両以外の3台が、かやば工業製のレース用電動パワーステアリングを使用している。2013年の第5戦で、日比野の手により、FRS 名義で販売されているアメリカでは、ホーミュラドリフトにサイオンブランドとして参戦しており、2015年に、ノルウェー人のフレデリック・オズボーが、アメリカチャンピオンとなっている。 その他全日本ジムカーナ選手権では規則の関係もあり、PN3 クラスはほぼ86、BRZ が占めていた。全日本ダートトライアル選手権でも PN2 クラスで人気を集めているほか、四輪駆動で670馬力の V6 エンジンツインターボを搭載するスピード D 規定のスーパー86を田島信弘がドライブし、デビュー戦で総合優勝を挙げている。 またパイクスピークヒルクライムのアンリミテッドクラスやタイムアタッククラスでもケングシアヨシオカミノルキはじめ多くの FRS が参戦した。2014年6月に GT リミテッドをベースにした警視庁仕様の車両が一台制作されている。これはトミー製ミニカーのトミカとのコラボレーションによるもので同ブランドで発売されている大型情景商品ビッグを片付け。 パトカートヨタ86をモチーフにしたものとなっている。実車は赤色灯の点滅は可能ではあるが、サイレンや無線類は装備されていないため軽ラ車両としての使用は想定されておらず、各種イベントでの広報、交通安全系模様車両としての使用が予定されている。86は AE86 型、カローラレビン、スプリンタートレノのようにお客様に愛され、 育てていただきたいという思いから命名されており、AE86 のように走りのフットワークが軽快で、かつユーザーが育てる楽しみを味わえるような車にしたいという思いが込められている。また開発コードとして86番を裁判するためにタイミングを測って申請が行われた。AE86 の現代版というコンセプトや、 リバイバルとされるが、決して AE86 を焼き直すという考えでは、開発されておらず、ボディの寸法や、排気量は AE86 よりもサイズアップした、全く新しい車である。AE86 が持っていた、比較的低価格で、スポーツドライビングを楽しめる車、そこそこのパワーで、車本来の運転する楽しさ、ハイテクや制御に頼らない車本来の気持ちよさ、 といった部分を取り入れて開発しており、その背景から86復活や新86と表現された。開発主査のただが安価で小型なスポーツカーの開発を命じられて最初に見に行ったのは水平対向エンジン搭載の小型 FR、スポーツカーのトヨタスポーツ800であり、同社の設計図が収蔵されている関東自動車工業までで向いて研究を重ねた。そこで、 水平対抗エンジンと FR 駆動というパッケージングを採用することを決定した。つまりトヨタ86のコンセプトの原点は、社名の由来ともなった AE86 型カローラレビンスプリンタートレノではなく、トヨタスポーツ800であるとも言える。86のクレーモデルを製作するにあたって、トヨタ 2000GT をデザイン部門の部屋に置いて作業を行った。 サイドから見た86のウィンドウラインや前後フェンダー形状、全面投影面積を減らし、空気抵抗の低減とボディ剛性を考慮したパゴダルーフの形状は 2000GT を参考にしている。また子会社で泣いた企業との共同開発、生産委託という点も共通している。ただし 2000GT は自動車製造のノウハウの全くないヤマハ発動機が、 パートナーであったことと赤字覚悟で予算の縛りが緩かったことから、トヨタの主導で1年のうちに完成したのに対して、86は長年クロート好みの自動車メーカーとして生き残り続けてきた職人機質の富士重工との共同開発であったことに加え、ほぼ専用設計の低価格な量産クーペであり、ラリーでもサーキットでも活躍できるベース車両という点で86と、 トヨタセリカの立ち位置は極めて近い。そのことから86はセリカと名付けるべきであったとするファンからの声もある。ただしトヨタが公式に86とセリカを結びつけて語ったというメディアの報道は現在確認できていない。またセリカは1980年代の4代目以降 FF4WD であるのに対して86は FR である点も大きく異なる。 富士重工業からは、兄弟車となる、初代スバル、BRZ が2012年3月28日から2020年11月30日まで、販売されていた。エンジン含め車としての基本部分は同一だが、以下のような、細かい相違点がある。モータースポーツベースグレードにおける両者の違い GT。ありがとうございます。